皆さんこんにちは。仙台放送アナウンサー西野入りなつきです。集えカワウフラワーズ第3弾です。前回私仙台放送内のカワウソ親善大使になることが決まりました。ということで今回はこちら仙台海の森水族館に今日はやってきました。バックヤードにですね、特別にご案内していただけることになりまして、そこでカワウソさんに会いに行ってきます。それでは早速行ってきます。こちらにカワウソのくるりちゃんがいるということでやってきました。まずここポスターがたくさんずらりと並んでいますよ。このくるりちゃんたちがいるのがこのアフリカゾーンです。看板、大きなカワウソの写真がドーンとありますね。お、いたいたいた。こんにちは、クリーちゃんだ。かわいい。寄ってきてくれた。お風呂風呂に。すごい、すごい至近距離。すごい。この外の通路を通ってバックヤードの方に向かっていきます。それでは潜入です。はい、失礼します。それではくるりちゃんに会います。いました、くるりちゃん。かわいい。こんにちは。こんにちは、くるりちゃん。おひげが。それでは今日ご紹介していただく飼育員の方です。よろしくお願いします。はい、お願いします。カワウソの飼育と、あと他の動物の飼育もやってるんですけど、一応本業は動物のお医者さん、獣医をやってます。田中と言います。よろしくお願いします。先に言っておきますけど、ラバーズってちょっと言い切れないぐらいの口ぐらい、プチラバーズぐらいでちょっとお願いしたいんですけど、西野入さんの方も深いと思いますんで、この方も2分でよろしくお願いします。大きめのカワウソの中でも大きいカワウソです。これって大体何キロぐらいなんですか、体重。体重で13キロぐらい。子供ぐらいの差があるんですね。はい、おっしゃってましたけど、しっぽがなくて。波もすごい、ね、短めでちょっとふさふさしてて。そうなんですよ。そうですね、なんか私、野球部の坊主みたいな。はい、あ、おっしゃってました。もうちょっと管理学買ってるとそんな感じになるって。伸びてるな。おいちょ。お、すごい。はい。おい。そう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 。よし。はい、よく見えてます。こうやって人の動きをちゃんと見てるかとか、うん、サインを出した時の動きとかを見て、動物の今日のそのなんていうか健康状態っていうのを見ています。例えばどこか痛いとかってなると、やっぱ動きが鈍かったりとか、うん、元気ないなってなると、もうサインにすら反応しないとかっていうことがあるので、そういうのも含めて見ています。体もね、わしゃわしゃ触れるといいんですけど、ちょっとそこまでまだトレーニングできていないので、まあこうやって、あの前足を出してもらって、まあ、前足のこの感じとか、傷ないかなとかね。よし、丁寧に着されているんですね。はい、ちょっと見れる範囲ですけどね。こうやってやるとね、ちょうどあの爪なしカワウソの、あの爪のない感じとかもよくね、見えるかと思います。はい、よく見るとちょっと痕跡的に残っている指もあったりするんですけど、うん、前足はほとんどないかな。こうやってあの爪のあった穴みたいなね、跡が残ってますけど。よし、はい、上手。お魚が基本ですか。そうですね、あの水族館では、今あげてるお魚ちょっとちっちゃくなっちゃってるんですけど、このような銀鮭にね、はい、お魚をあげています。私獣医なので、あの、まあ、健康管理、このようにあの体触ってももちろんするんですけれども、時に、採血をしたりとか、あとは、うんちを取ったりおしっこを取ったりということもします。で、特に採血なんかはこの辺の血管がね、ちょうどね、あの見やすいので人と似たようなところですけど、はい、でこの時のね、この、あの柵に押し付ける顔がまたちょっとぶちゃからだったりとかね。くるちゃん、くるちゃん、方向に石が来やすい動物なので、そういうのを予防するっていうようなそういうことができます。出た、ガラン、そう、時間です。はい、ごめんね、最初に答えられない。
違うなと思うのですぐ出してたりとか、味も分かると思うので、今なるべく分からないと思う仕事なんですけども、美味しそう。あのね、くっちゃんね、あれなんですよ、もし仮にポロッとそれが抜けちゃって落ちたとしても、はい、ちゃんと律儀にその錠剤を拾って食べるってとってもいい見向きもしないっていうのもいるんですけど、はい、僕はもうしっかりお薬を飲んでみようと思ってくれて、体重がまあ先ほど言った通り結構ある、炭酸の中でも体が大きいんですけども、13から15キロぐらいはあるんですが、体重の 10% 分ぐらいとか考えると、40キロの体重の人が4キロのお米食べてる以上だからそうすると結構な量になりますね。1日ですね。1日の、はい、すごい体食感なんですね。あ、すごい。パーの食欲とか、あと体の体型とか見てると、やっぱそれぐらいないとダメなんだろうなって思ってます。難しい問題だと思うんですけども、私自身はやっぱり野生動物をご自宅で飼うっていうことに関してはあまりおすすめはしないです。とても特殊な動物なんで、どこの病院で見てもらえるんだろうっていうのをちゃんとあらかじめリサーチしておかないと、いざ病気になりました、どっか連れてきます、いや見てもらえませんっていうのになっちゃうと、やっぱりそれだけ結局その動物が不幸なことになってしまうじゃないですか。なんでやっぱりそういう全部本当に冷静に考えた時に飼えるのかどうかっていうのも、検討した上でじゃないとやっぱりやっちゃいけないことなのかなっていう、お金もかかるのもそうなんですけれども、やっぱり皆さんその買う時のお金っていうところに目が行きがち、健康診断が必要だったりとか、あとは、たまに病気になったりするっていうこともありますので、それのための費用っていうのを全部トータル的に考えると、やっぱりすごくお金かかると思うんですよね。でそこまでちゃんと見越せるならまだいいんですけれども、なかなかこういう生き物をその野生で見に行くことは難しいと思うので、だからこそこういう水族館とか動物園っていうのがそういう役割を担ってるのかなと思います。他もですね、4月ぐらいから、閉館を余儀なくされまして、こちらお客様が一旦、中に入れないというような状況がありましたけれども、その間中ももちろん生き物たちは毎日の生活がありますので、私たち飼育員従も、休まずではないんですけれども、ちゃんと交代で、動物たちの飼育管理を行って、次のオープンに向けて水槽もそうですし、生き物たちもいい状態で、迎えられるようにというのを、努力してきた次第になっています。無事に再開することができまして、今お客様にお楽しみいただいてますけれども、やはりそこは感染対策ということをしっかりスタッフもそうですし、あと来ていただいたお客様にもご理解いただきながら、ちゃんとやった上で、講じた上で、今もお楽しみいただいているという感じです。のびの森水族館では爪なしカワウソっていう、ちょっと他のところではなかなか見ることができないカワウソを飼育しております。のびの森水族館に足を運んでいただいて、彼らの元気な姿を見ていただければなというふうに思っております。ありがとうございます。すみません、今日お忙しいところありがとうございます。
とうございました。はい、どうもありがとうございます。ということで飼育員の方にご協力をいただきまして、地なしカワウソちゃんに会いに行ってきました。この新型コロナウイルスの影響の中でも飼育員の皆さんが本当に丁寧にカワウソちゃんを飼育してくださっていることがよく分かりました。この新型コロナウイルスの影響が本当になくなったら、ぜひ県外の方にもこの宮城県の仙台夢の森水族館に遊びに来てほしいと思います。次の動画もいろいろ見たいと思いますので、皆さんぜひご覧ください。